い、皆さんこんにちは、渡辺ベルビッシュです。では今回は This is the Police 156日目になりますね。続きをプレイしていきたいと思います。前回ね、また仕事に復帰したというところで155日目まで一気に飛んだので、156日目残すところ24日、180日間というね、期間がありますので残り24日になります。では早速プレイの方を始めていきましょう。小学校で唯一のコンピューター交渉、今って小学校でもね結構コンピューターとかってね勉強があるらしいですよね。ちょっとね子供がいないんで詳しくはないんですが、僕の姉が小学校の先生やってるんですよ。あとは大雪による渋滞でダウンタウン麻痺状態、ゴミ廃棄場で恐竜の頭蓋骨発見。ゴミ廃棄場っていうのがすごいよな。で、視聴者マフィア、イエーイがついていて、捨てる神あれば拾う神ありですね。そろそろね一気に時間が進んだんで、また事件会を設けていくことも考えなきゃいけないかなっていうところですね。おお、今日は何、仕事に行けないって、どういうこと。今までここは問題なかったのに。市長選があるんだな。チャフィーって今まで出てきてたキャラでいたかな。ちょっと思い当たる人がいないけど、チャフィーに。なんか小さく拍手の音が聞こえてるのは誰が拍手してるんだろう。トレッダウェイは今日欠勤、無断欠勤やめてほしいよな。疲れすぎてフラフラ、かつ酒も飲んでるな、鼓動は。これは休んでもらいましょう。昨日飼い犬が死んでしまってひどく落ち込んでいる、早退してもいいですか。なんかもうちょっとね考えてほしいけど、今日は刑事がボロボロだな。息子が交通事故、救命処置を取っているところですと、まあ、これは書いてもらいましょう。にしても今日ボロボロだな本当に。ベイカーもダメ。昨晩家が火事で全焼した、それでなんだ、何父親も死んだのに頑張ってるの沼田は。スペインは疲れすぎてフラフラ、酒も飲んでいる。ケネディもフラフラ、パワーズもフラフラ。ちょっと待って、これすごくないか。今回欠勤率高すぎだろ、いくらなんでも。マジか、いくらなんでも欠勤率高いよな。まあ、大城頑張って出勤してくれてるから大城にあげよう。じゃあ、いや今日は結構ピンチだな。いつになく警官の数が足りないですね。最近ないぐらい警官の数が足りないんじゃない？6人でしょ？政治闘争が起きていますということで、今日を境にフリーバーグは大きな政治闘争の波に飲み込まれることになる。警察の人間を含め全ての市民がどちら側につくかを決めなければならなくなる。これまで通り市長のロジャースを支持し続ける人もいるだろう。だがロベスピエールにもすでに多くの支持者がいる。違うサイドを応援する警官同士を同じ任務に就かせた場合、彼らのパフォーマンスに障害が出るのは間違いない。残念ながら彼の政治的見解を我々は知る術はない。だがもしかすると別の方でこの情報を引き出すことが可能かもしれない。とどんな情報なんだろう、どうやって引き出すことができるんだろうな、ちょっと全然わかんないけど、まあ、とりあえず、謝礼を受け取っておきましょう。さらに人事の結果で警官が雇えるようになった。これはね早急に雇いましょう。おお、
このオーディアンビアード、なんかすげえ怪しいな。すげえ怪しいけど、とりあえずオーディアンビアードを雇おう。これをシフト B に追加。で、さらに、どうしようかな。まあ、150超えてるこのシルビをシフト A に追加しておきますか。これで、警官スロットは満杯になりましたね。再び。で、早速、器物破損か。いや、ちょっとでもその政治的見解がどう分かれてるかっていうのが分からない状態で、警官をいきなり派遣しなきゃいけなくなっちゃいましたね。若者が各販売店に入ると、あまりにも多くの鏡が家具の上に置いてあると、店員に文句を言い始めた。その男は不適切に騒ぎ立て続け、ついには完全に正気を失ってしまった。どういう状態だよ。店員を押しよけると、すべての鏡を素手で破壊し始め、自分の服が、確か。ん?自分の目がですね、確かでなかったら、鏡を見ても仕方がないだろうと叫んだ。ちょっと肌の色で判断するのは失礼ですけど、メルサップとゴーディエ、2人は同じ政治的見解を持っていると信じて送り出しましょう。で、視聴者では、仕事スロットで警官をさらに上げて、給料もアップしてもらいましょう。どうやって政治的見解を引き出すんだ?警察署に、行ってもしょうがないしな。そうなると正面、いや、副署長のところに行って、なんか、バーベキューかなんかやる?アンダーソン夫人からスーパーに不審な男について連絡が入った。隣にいた男が私のヨーグルトを棚の上に押してきたの。どういうこと?私をヨーグルトの棚の方へ押してきたの。本当に奇妙な行動をとっていたのよ。私はその男を押し返してレジに来て電話がかかりたの。今すぐあの変人を逮捕して。いや、これはないな。今日ね、警官の数足りてないんで、これはちょっとスルーしましょう。そんなことよりも、署務に行って、警察署に行って、情報をちょっと見る?ディクソンの情報とか、なんか見れるのかな?政治的見解は不明だよね。サンド一家とか言ってもしょうがないしな。かといって視聴者もろくなことないし、サンド一家のところ行ってもしょうがないよな。教会とかマジ無意味だしな。警察署に祝福を。警察官の葬儀。ジャックの家族に祈りを。これなんかやるといいことあんのかな。職員への説教。いやー、でも説教してもらいたいな。聖遺物に触れる。フリーバーグの司教が大聖堂に眠る。聖遺物に触れることを許してくれる。なんかいいことがあるんですかね。いやー、ちょっとやる気しないな。金がないからな。まあ、器物破損の方は無事に事なきを得てますけど、何よりも今はね、政治的見解を知りたい。無謀な犯罪ということで、酔った父親が幼い息子とボートに乗ろうとしているが、父親はふらついて自分の足で立っていられない。男の子が殺されてしまうと恐怖に怯えた目撃者は話した。これもスルーしよう。今はね、それどころじゃないんですよ。昨今の犯罪数の急増は無謀な警察に原因があると報道されているぞ。確か記者たちとうまく話のできる職員を署からよこしてほしい。誰かですね。まっとうな警官たちがフリーバッグの市民を安全に守ってる。何の心配もないとアピール必要がある。ここはプラドにしよう。いや、こういう時はやっぱ女性警官の方がいいよな。プロクターに任せましょう。不審人物の方はただ単にどうでもいい話でしたね。副署長が今不在?なんだよね、そもそもね。代行を務めていた副署長が、ゲハ市民が死んでるよ。
所長不在中に所長代行を務めていて激怒しましたもんね、前回。で、しばらく顔出すなみたいになってましたから、今副所長がそもそもいない状態なんだな。ひき逃げ事件の方に行きましょう。ナンバープレートをつけていないトラックが横断歩道のない場所で違法に道路を横断していた年配男性を引いてしまった。ドライバーは少し止まってからフルスピードで走り去った。もうダメなやつだな、これ。ここもミルサップとゴーティーに行ってもらう。経営、政治的見解が分かんないからな。政治的見解どうやって引き出す？困りましたね。警察署、なんかできることあるかっていうとないからな。副署長コマンドがなくなっちゃったのは痛いね。どうやって警官たちの政治的見解を知るかっていうところが全くちょっと想像がつかないけど。まずは破壊行為ですね。仕事から帰宅したベギー・スミスはフードをかぶった若者たちが家の壁に落書きをしているところに遭遇。首根っこを掴んで捕まえようとしたけど、うまくかわされて逃げられたな、あのクソガキ。なるほど。破壊行為ですね。で、もう一つは迷惑行為、アティカスタワーの方です。建物正面玄関付近に汚らしい服を着た年配の男がいる。アコーディオンを奏でながら歩行者は水たまりの中を走って濡れてしまえばいい。だから歩道は川のように水を流そうと奇妙な歌を歌っている。超高層ビルの警備はあまりにも汚い身なりをしているので男に触りたくないんだと通報してきた。いやー、これは警官一人でいいんだったら大城に行ってもらおう。で、代わりに破壊行為の方にプラドと、ああ、ここも一人でいいの？じゃあサヌだな。サヌに行ってもらおう。一人でいい状態になってるっていうのはありがたいですね。いや、本当に政治的見解の確認方法がわからないな。まあ、ただ今日は警官の数が6人と少ないんで、もうこのままね、終わってほしい。その組み合わせでどうのこうの言っていられるほど潤沢なコンビネーションが期待できないですからね。よし、大城も無事逮捕してますね。で、さらに破壊行為の方はどうなっているかというと、こっちもサヌがちゃんと逮捕してくれてますね。んで、フリーバーグ動物園で、動物園の従業員は彼氏と喧嘩をしたボールで彼の頭を殴ってしまった。従業員が彼氏と喧嘩をしてボールで彼の頭を殴ったっていうことは女性ですね。彼はしばらく呆然としていたが、激怒していた女は熊が入っている檻に彼を閉じ込めた。かなり危険なことするな。ここはじゃあミルサップとゴーティエ。ちょっと今日この2人のコンビに行ってもらう回数が多いですけど。さあ、もう事件いらないな、今日に関して言うと。チャールズ・ディル・ミナトで。いやー、6人もいないもん。ジャック、たった今大量のタバコを受け取った。タバコ俺のビジネスの要でね。ハグを飛びたいんだが困ったこと、ニューパンスタッフから給料アップしなければストライキに入ると言われてしまった。でも俺はそんな脅しに乗るつもりはないんだ。そこで君にお願いだ。力のありそうな部下を送ってくれないか。ああ、幼馴染の君なら、僕が義理堅い人間だってことは分かっているような。手伝ってくれた君の部下にもお礼を弾むつもりだと言われてるんですけど、6人いないんで却下せざるを得ない。30秒以内に6人戻ってくるとも思えないしね。フリーバグ動物園の方ですね。女は、檻の鉄格子にボールを投げつけて叫んでいる。起きろ、ミシカ。そのバカ男は食べちまいな。クレイジーだな。檻の鉄格子の間から無理やり中へ入ろうとする。今すぐ檻を開けろという女を逮捕する。まあ、女を逮捕する。女は警察に気づくと、檻の鍵を飲み込んだ。クマは後ろ足で立ち、男に近づいている。テーザー銃を使う。クマを撃つ。クマを撃ち尽かせようとする。まあ、クマを撃ちましょう、ここは。やっぱりね、人間第一ですか。人命第一か。プロクターは何？今日戻ってこない系？プロクターが戻ってこないとそもそも6人集まらないんだけどな、今日は。戻ってこないね。サッカースタジアムです。スタジアムの試合人からサッカーの試合終了後にサポーター同士が衝突していると通報。勝利チームのサポーターがやじを飛ばしたことで敗れたチームのサポーターを激怒させたと。彼らはアリーナで暴れだし、将棋場の暴動を勃発させた。約30名が関わっていると見られる。なるほど。ここはじゃあミルサップ・ゴーティエ、さらに同じ黒人のプラド、さらにスワットチームに護送車も出しましょう。もう事件はないでしょう、今日は。クランスキー医師から、ジャック、あなたの健康は全体的にかなり心配な状態。今すぐ仕事時間を減らしてください。いや、減らしたいよ、俺も。もう帰りたいもん。
全然帰りたい。さあ、もう事件いらないけど、大丈夫かな、今日は。グラスゴーゲージですね。新しい写真を3枚入手と。ちょっとまた、次回あたりに事件会設けましょうか。喧嘩騒ぎの方はスワットチームも出してますからね、無事に解決に立っています。よし、じゃあこれで今日は勤務を終えましょう。ちょっと政治的見解のね、確認方法が全く想像つかないんですけど、しょうがないよな。なんかいい方法があればいいんですが。はい、というわけで156日目、プレイしました。いかがでしたでしょうか。では、次回は続き157日目をプレイしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。